どうもこんにちは、フレッチです。今回もフェア16監督キャリアモードで、今回はボリビア対パラグアイですね。 ワールドカップ予選ですね。さあ、監督フレッチが率いるボリビア、結構な勝率ですよ。で、今回ちょっと時間6分に長めよう。で、今回からまあ6分にしようかな。こんにちは。今日は国際試合の模様を実況西岡明彦でお送りしたいと思います。さあ試合開始。さあ前半開始です。パラグアイのキックオフで試合が開始します。パラグアイはどういう選手がいるんでしょうね。ご覧ください。今日はノーマルな 4-4-2 のフォーメーションです。2トップの選手が攻撃を引っ張ります。よし、読めていた。やばい、危ない。時間稼いで、よし。これセンターバックの選手だからあんまり前に行かない方がいいかな。もう一回、あー、スルーミス。今どの選手だ。よし、変えて。さあフォローも来ています。下げるよね絶対に。パスコースは塞いでいたつもりだったんですけどね。結構ナイス。ここで攻守が入れ替わります。走れ。さあスタジアムのテンションが上がります。ここで打つ。あれあれおかしいな。横に完全にずれていった。シュートまでの動きは非常に良かったですよ。最後はちょっと体勢が崩れましたかね。ちょっと力みすぎたかな。カルドーソ、あ、いいですね。こういう楽器いいですね。ああ取れなかった。民族楽器なのかな。カセレス、サイドチェンジです。お、走れ走れ、ここここここビッグウェーブに。危ない危ない、ファール取れそうでしたね今。エドガル・バレート、ボールは再び足元へ戻されます。ちょっと待ってよ、パスコースを塞いでおこう。とりあえずここでシュート。遠目から打ってきたシュートもこれは外れます。得意の形ですからね。フリーで打たせたら危ないですよ。とりあえず今どちらも攻めきれていない感じ。どっちが勝っているっていうのはないですね、まだ。しまった。ボールは戻されます。エドガル・バレート、カセレス。さあ戻させて、ナイス。ボールを手放してしまいました。いやー無理ですよ。これはどうだ。無理か。キーパー今2回触れましたよね。1回のガードで。ラウル・モバディジャ、よしよし、取って取って取っていこう。こういう時まあ無理せずにね、こう上げた方がいいですよね。いけるいけるいける。オフサイドない。ある。オフサイドがある。そのタイミングか。
そのタイミングでしたか。ミスったね。中央に来たからクロス。いやー攻撃どんどん来るね。カルドーソ入るか。うわミドルシュート、バラが強いですね。素晴らしいゴールでした。これはもっと突っ込むべきでしたね。出さないように気を配ったところもまたおしゃれでした。別のアングルからご覧ください。ここでパスと思ってしまったのが痛いな。本気で攻撃しよう。マルティンス、カルドーソ、フォーメーションを沼足と同じにしようかな。いい形でゴール前まで持ってきました。うわ反応はラインを割ってコーナーです。いいチャンス。キーパー、うわーキーパー、ここのキーパーやりますね。ここは簡単にボールを渡してしまった。あれ今フォールだよね。絶対に引っ張りましたよ。超見ている。審判走ってこないか。審判来ない。俺はシュートを打てる角度ではないので上げて頭でシュート。これは惜しい。シュートするべきじゃなかった。浮いてしまいました。まあいい形でしたから。まあいいでしょう。まだ前半はあと5分あるので、その間に激しく攻撃して同点にしておこう。ボールをダッシュ、寄せが早い。危険な位置です。いけるいけるいける。緊張感が増してきます。マルティンス、引っ張んなってシュート。あれあヘディング、マルティンスヘディング。あーすごい混戦、すごい混戦です。今そう、しかし点は取れず。カルドーソボールを返します。ミドルが怖い。マークが触れてますよ。いい連携です。失点してもおかしくないシーンです。案外抜けたな。さあ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 、ここでくるりとかわしてシュート。弱すぎる。ボールを抑えます。落ち着いて打てばよかったな。た、ね、さあまだだとはいかないね。いやー負けそうですね。攻撃がことごとく失敗している。 4-4-2 かフラットですね。かなり後半開始です。 4-4-2 か、特徴のないフォーメーションじゃないか。さあスタジアムのテンションが上がります。見事なパス、マルティンス。あ強すぎた。シュートは外れました。全然高いですね。もう試合中に調整しながらシュート打っていこう。ゴンザレス、カセレス、この突破は大きいですよ。実況が聞こえていたんでしょうか。ボールを奪いました。よし、堀池さん、前半はこの選手のプレーがよく効いていましたね。くっそー、はい、ゲームをリードするゴールを決め、前半主導権を取りました。後半もう1点取れれば攻撃危ない。あー思いっきり飛びました。今キーパー倒れてたんで、ちょっと合いませんでしたね。
絶対入れられてもおかしくないシーンでしたね。あしかし奪う、奪えない。ボールを失いました。エドガル・バレート、ここでシュート。危ない。シュートは遠かったか。いや、全然打てる範囲ですね。とはいえですね、形としては危ない形を作られていましたよ。ガッツは称賛されるべきところですが、周りが止めてあげないと。エドガル・バレート、よし、いけ、よし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 、いつもの得点シーン来たぞこれ。はい、さあいい読みからのカウンター、やったね。もう1点だ、もう1点、全然取れる。同点、ここで痛恨の同点ゴールを許してしまいました。まだ時間はありますから。やっぱ 4-4-2 だと奪った時2人走ってるんですね。これならだいぶスルーが取りやすいんじゃないか。走ってるんでパスするのは確実。なぜあいつちゃんと見ておくんだ。もっと危ない。コーナーキックはパラグアイです。あ、触れた、ナイス。これ怖いな。まだ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 攻撃のシーンですね。このプレーはオフサイド。よし、これはもう近場でいいでしょう。ボールを運びゴールに襲いかかります。ここで打つ。うわ、定まってない。これは悔しそう。これはやっちゃった。ちょっと待ってね、選手を変えよう。そこまで、あ、レフトってどこなんだ、いないよね。あ、やっぱ強いですね、さすがに。うちのチームより全然強い選手がいっぱいいるな。一人だけ変えようか。チグサも出てしまいますよね。レフトフォワードってことはフォーメーション変えるのかな。おっと、正面振り向き直る時間もなかったし、パスすればよかったかな。これはもう大きいですよ。こういうプレーはチャンスを引き寄せますから、次につなぎたいですね。いい形でゴール前まで持ってきました。しまった、走ればよかったかな。追いつけ、追いつけない。うわすごいシュートですね。やっぱリーグ戦と全然違うようなプレーが多いな。これはこれはすごいよ。もう負けを認めよう。これはこれはね、すごすぎて。とはいえ同点に持っていかないとボリビアに怒られる。さあ同点まで来るのは一瞬なんですけどね、そこからだよな。ここまでよく攻め試合を支配しています。よく攻めていますよね。相手もこうなるとは思わなかったでしょうね。ポストを狙ったんだとすると、さあどちらも攻撃力が光ってますよ。先ほどのゴールをご覧ください。てかパラグアイのシュートってどっちもミドルシュートじゃないかな。かなりのミドル、2本目は微妙かな、どうだろう、ミドルに近い位置ですよね。なんでもう前線から潰しに行かないと
しくぶつかっています。怖いですね。と言ってもこれでね、逆にマーク振られるとより危ないので、振れたかな、振れましたね。諦めちゃいけません。ゴンザレス上がった、ヘディングシュートです。危ない、ヘッドは浮いてしまいました。まあいい形でしたから次は決めるでしょう。次決められたら困るんですけどね。攻守の切り替えが大事です。うっそ、一瞬で取られるとは。いや、追いつけ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 ない。どんどん入ってくる、どんどん入ってくる。すごい、あの選手すごいな。スタジアムの全員が息を呑んでいます。ボリビア人になんねえかな。これ予選だから延長ないのか。ポイント制だよね、だから勝たないと。3人いたあのテータラクとは。キーパーの守備範囲でした。落ち着かせよう。よし、ちょっとシュート外れていきました。マジか、ミスが多いよこのキーパー。ミッドフィールドでボールを取りました。やばい、攻撃が続きまくっている。現在得点差はありません。パラグアイとしてはそろそろ攻勢に出たい時間でしょう。ボールを運びゴールに襲いかかります。カセレス、ここが最後の攻撃となる。走れ走れ、どんどん走れ、お前が打つんだ。ボールを持って中に入る。カルドーソ、わあ、落ち着かせたのに。完全にお膳立てだったんですけどね。うわあ、マジか、引き分けか。いやですね。負けそう負けそう。入るか。ディフェンスのシュート。よし。キーパーボールをしっかりキャッチ。よあ。試合は引き分けでもな。最後のね、でも両方でも最後ミスってるか、どっちがどっちでも、まああれですね、他アルゼンチンが 2-0 で勝利などと。アルゼンチンが1位、ボリビア3位か。3位なら進出圏内なのか。コロンビアとチリ大丈夫か。ボリビア3勝1ドロー 1負けか、あんまり良くないですね。ウルグアイ、さあじゃあ今回はここまでにしたいと思います。また次回お会いしましょう。